業家のひろゆき氏が29日までに YouTube チャンネルを更新し、中古車販売大手ビッグモーターの自動車保険の保険金不正問題について知見を述べた。ビッグモーターについて、ブラック企業だけど法律に触れてなし、多分あの会社の創業者の人は逃げ切れるんですよ。結局上場企業でもないので、今まで儲かってたものを損害賠償で支払えという判決をどこぞからもらうということもないので、多分勝ち逃げなんですよねと予想した。続けて、今までのようにボロ儲けはできないけど、今までちょけた分というのは何の問題もなく資産として保全されるので、やったもん勝ちというのが日本の状況なのでと解説した。また仮の話と断った上で、店舗前の街路樹に除草剤を撒いた疑いについて、街路、木を損害したというので損害賠償いくらというと、多分数十万円なんですよ。数十万円払って終わりなので、それだったら除草剤を撒いた方が得だよねということになっちゃうと話した。